コピーガードとは、BD や DVD や VHS など映像メディアや、CD や MD などの音楽メディア、その他、パソコンソフトやゲームソフトなど各種メディアにおける無断複製を防止するため、著作権者が自ら、その著作物が複製できなくなるように処理すること。法的には、技術的保護手段と呼ばれる、著作権者等の権利の一種である。 主たる目的は著作検討の保護であり、その適用分野は、上記のメディアのほか、ソフトウェアや印刷物など、多分野にわたる。一般には、コピーガード、コピープロテクト、コピーコントロール、コピー制御などと称されることもあるが、特に磁気メディアにおける上書きプロテクトと混同される、可能性を嫌い、コピーガードという呼称が好まれている。近年、 技術の発達により著作物等の複製を行った時の質が非常に高いものになり、また短時間で安価に複製ができるようになったこと、複製を行える装置が広く一般に普及したことによって世界中で大量の複製された著作物等が氾濫するようになってきている。これに伴い、権利者の利権が害されているとの声もあるため、 著作物等に複製を行えないまたは一定以上の複製が行えないようにする技術的な措置が施されることが多くなっている。とはいえ、そもそも人間が作るものである以上、完璧な技術は存在しないとも言われており、開発当初は強力なコピーガードとされていたものの、数年経ってから思わぬ盲点が明るみに出ることもあり得る。コピーガードはコピー商品や カジュアルコピーを防ぐためという大義名分で、これまで認められてきた私的コピーを何らかの形で制限する。また、その制限を突破されないために、多くのコピーガードは、ハードウェアや OS の想定外のことを行っており、たびたびトラブルを起こす。そのために、利用者や定例やの開発者からの印象は悪く、またメーカーもサポートに、多くの労力がかかる。 コピーガード技術は視聴者に対して、プロプライエタリな OS やソフトウェアを共用するものが、ほとんどであった。DVD レコーダーやテレビは Linux で動いているものが、多いにもかかわらず、プロプライエタリなファームウェアでしか再生できず、PC 上での再生も、Windows 上で、ベンダー依存のソフトウェアを使わなければ、再生できないというものがほとんどであった。これは、ソフトウェアの改良により、 コミュニティに恩恵をもたらしたり身近な人を助けることを目的としたフリーソフトウェア運動の精神とは相入れないものであった。FSM の支持者が主体となっていった事実は確認されていないもののとにかく複製ではなく視聴のためにアクセスガード及びコピーガードの技術的回避のための技術やシステムが半ば公然と開発、提供されることが常習化するようになった。 最初にアクセスガード回避が実装された OSS メディアプレイヤーの VLC は今も最もよく使われているメディアプレイヤーの中の一つとなっている暗号化方式を非公開にして安全性を保つ方法は常に破られてきたため iTunes の DRM を解読するク t o ェアル r s Adobe Flash の暗号化を解読する DeebleTemp など最近は HDCP や アックスやマルチ2などのアルゴリズムを公開し鍵によって制限を保つ方法が主流となっているは、フメペグや MP4 ボックスで解読可能。ただし HDCP は弱い暗号のためにデバイスキーからマスターキーが推測されており、強い暗号のアックスもデコードに必要な鍵が漏れている。また、ハードウェアキーを使ったマルチ2もインターネット越しによるシェアリングによって回避。 されてしまっている。また、パソコン向けコピーガードにおいては、OS の防御システムを迂回して、CPU や RAM の最新レイヤーに直接アクセスして、クラッシュさせたり、ブートローダの領域に書き込んで、マシンを起動不可能にしたり、ルートキットを仕込んで、トロイの木馬に利用されたりといった、致命的な脆弱性を抱えるアクティベーションシステムが横行していた。 高額ディスクを使ったプロテクトでは、わざとエラーを起こしたりするために、エラー訂正の強力なドライブなどとの相性が悪く、異常系の考慮が甘いドライブを痛めやすい。また、ノートパソコンが安くなるに従い、高額ドライブの搭載が省略されることが多くなってきている。加えて、X64 対応以前のアルファ r ロムを使ったゲームは、 3 2ビットエミュレーションがあるはずの X64OS 上で動かすことができないということが起きている。ネットワークを使ったプロテクトでは、以前は開発元が倒産した場合にアクティベーションができなくなるというリスクがあったものの、現在では Steam などの大手プラットフォームによるオンラインアクティベーション管理が主流となっている。このように世の中には、 様々なコピーガード回避の手段が溢れているが、それらをすべて遮断することは非常に困難であり、また法規制を強めるなどして取締りを強化しようとすると、今度は行政コストなどの問題もあり、著作権者等が意図しないコンテンツのコピーを完全に防止することは事実上不可能だとも言われている。そのため一般的なツールによるカジュアルなコピーを排除し、 複製を禁じているコンテンツをコピーガード回避の手段を用いて悪意を持って複製したことが証明できる方向に舵が取られつつある違法な複製を防止するためコピーガードは進化を続けるしかし新しいコピーガードが開発されるとその後それを解除する技術も必ずと言っていいくらいに開発されるので結局はいたちごっこに陥ることがよくあるこの項目では 現在実用化されているコピーガードについて解説する。過去にコンピュータソフトウェアに使用されていたものについては、ウェアーズに詳しい。映像信号などに使用されているコピーガードを一家に示す。アナログ映像信号ブランキングエリアに頂上されたマクロビジョン方式のコピーガード、信号マクロビジョン方式のコピーガード信号の波形 APS とも呼ばれる。アナログ映像信号にかける コピーガードは通常我々が画面を通じて見る映像の外側にあるブランキングエリアにかけられる。したがってテレビモニタで垂直同調の調整機能があるものではそのブランキングエリアを見ることによってコピーガード信号を見ることができる。渦中の1がマクロビジョン信号2がカラーストライプである。マクロビジョン方式マイロビ社が開発したコピーガードシステム。 これが記録されたビデオソフトを VHS ビデオデッキにダビングしてもダビングされた映像は極端に明るくなったり暗くなったりあるいは著しく垂直同調が乱れたりして見るにこらえがたい画像になる。原理的には VHS ビデオデッキに搭載されている軌道処理回路の AGC を自動調整し適切な軌道を保つ機能を誤動作させる映像信号を入れることにより引き起こされる。 多くのテレビには AGC 回路がないので映像が乱れることはないと言われており、またそういった理由から市販 DVD などのソフトのパッケージに DVD プレイヤーをビデオデッキ経由でテレビに接続すると画像が乱れることがあるので直接テレビに接続してくださいと書かれているのだがテレビデオについては一部の機種で入力された映像が乱れて正常に表示されない場合がある。 マクロビジョン方式のコピーガードは AGC 機能を備えるビデオデッキでなければ効果を発揮することができないため、ハイ8.8ミリビデオベータマックス、初期の頃の VHS、あるいは AGC 機能を切った業務用ビデオデッキではコピーガードが働かず、その他、過去に発売された製品の中には、同期信号の入れ替えなどによってマクロビジョン方式が無効になってしまう録画機も一部、 存在する。あるいはビデオデッキ2台を RF ケーブル接続した場合も無効になる場合もある。なお、日本においてはマクロビジョン方式のバリエーション的なものも存在し、例えば、小竹方式、シナの規格方式といったものなども存在し、当時としてはかなり強力なガードであり、古いビデオデッキ利用や RF 接続程度では全く解除できるものではないほどで、 普通に視聴していてもノイズが気になるという苦情もあった。そういった理由で、あえてコピーガードを除去する装置を利用する AV マニアも一部に存在していた。もっとも、最近の DVD レコーダーや BD レコーダー等はこのマクロビジョン方式のコピーガード信号を検出したら、自動的に録画停止になるなどの動作をするものも多くなっているが、 上記で述べた同期信号を入れ替える一部の製品を経由して映像信号を入力することで DVD-R、RW DVD、RAM、BD-R、RE 等のメディアへの録画が可能な場合がある。波形モニターで表示させたマクロビジョン信号を渦中の位置に示す。カラーストライプ、カラーバーストコピーガードとも呼ばれる。マクロビジョン規格の一部で 急速に変調したカラーバースト信号をビデオ信号に加えることによるコピーガード。前項のマクロビジョンと重複してかけられることが多い。このコピーガードがかかったビデオソフトを VHS ビデオデッキでダビングすると録画した映像には細い横線が15本から25本均等間隔で入る。カラーストライプと呼ばれるのは 色の乗っている部分にのみこの縞模様が見られるためである。波形モニタで表示させたカラーストライプを渦中の2に示す。松竹方式、シナの規格方式も含めた従来のマクロビジョン方式は全く通用しなかったハイ8.8ミリビデオもこのカラーストライプだけには作動する。ただし登場し始めた時期が遅かったこともあり。 この方式のコピーガードを映像信号に搭載したビデオソフトは少ない。今後一層ビデオソフト版は製造、販売されない、ケースの顕著化が避けられない以上、この方式の存在がますます薄くなり、幻のコピーガード方式扱いされるものと思われる。CGMS 映像信号にコピー世代、コピー可否の管理情報を載せ、これに対応するレコーダーに、 相応の動作をさせるというもの。これには著作者の意図に従い、コピーフリー、コピーワンス、コピー禁止などの信号を選択して付加することができるようになっている。アナログの映像信号では CGMSA として使用される。対応レコーダーの基本動作としては映像入力にコピーワンスの信号が載っていた場合には媒体に対し、 コピー禁止の信号を載せて記録するということである。これにより、コピー禁止の段階にある映像ソースを HDD DVD BDT VHS レコーダーなどで録画しようとしても、レコーダー側が自動的に停止するなどして録画することができない。ただし、あくまでレコーダー側のみの機能に依存するため、相応の動作をしないレコーダーだったり、レコーダーとの間でその信号が除去。 あるいは改ざんされてしまうようなことがあれば、事実上無力になる弱さを持つ。アナログ記録方式の家電レコーダー、8ミリビデオ、ベータマックスなどについては、現在までに、この影響を受けるものは存在していないが、アナログ入力の PC 用キャプチャーデバイス機器や、後期の8ミリハイ8ビデオカメラや、デジタルビデオカメラ、DV デッキ、およびアナログ入力 PDA 用キャプチャー機器では、 当該信号を検知次第、録画動作が自動停止される仕組みが取り入れられている。日本において、地上波と衛星放送のデジタル放送で実施されている、コピー制御はこの CGMS により制御されている。放送開始当初は一部の有料放送を除き、CGMSA の内容はコピーフリーだったが、二千四年四月五日からは、すべてのチャンネルのすべての番組が、 コピーワンスに変更された。これによって多くの視聴者から反発の声がある。なお、ダビング10の施行後においても、隠し対応機器での CGMSA によるコピー制御の使用には変更がなく、アナログ映像入出力に関しては従来通りコピーワンス制御がかかる。詳細はダビング10を参照。デジタル映像信号デジタル映像信号には、 さらに強力なコピーガードがかけられており、今後ともその種類、バリエーションが増えていくものと考えられる。代表的なものを以下に示す。DTCP-DTCP は、日立、インテル、パナソニック、ソニー、東芝の5社が共同で開発し1998年に発表したデジタル伝送用のための暗号化技術。5社が開発したことから、5C などとも呼ばれる。 IEEE 1394用の DTCP-1394 や IP 用の DTCPIP などがある。機器ごとに ID を持たせ、公開鍵暗号、または共通鍵暗号を利用して、相互認証し、双方でコンテンツ保護が行えると認識し合えて初めて録画、再生が可能になるシステム。認証できると、レコーダー側に複合用の鍵を持たせ、 映像データなどを暗号化して送信する。CCI によって、コピーフリー、コピーワンス、コピーノーモア、コピーネバーの4つのモードを指定できる。また、SRM により、不正機器のリストを共有することができ、不正機器のみを排除することが可能。CGMS や SCMS のように、レコーダー側の機器に依存することはなくコンテンツ、保護機能を持たない機器を排除できる。 ただし、極めて稀ではあるものの、何らかの不具合で、コピープロテクションが正常に機能しない場合もある。CSS-CSS CSS は、多くの DVD、ビデオソフトで採用されているコンテンツ暗号化システム。映像コンテンツを暗号化し、その暗号鍵を複製できないエリアに記録するもので、これが施されたソフトはパソコンなどで単純にコピー、しても、 暗号鍵自体は複製できないため再生できない。リアルネットワークス市会社の DVD ビデオ再生ソフトウェアに CSS の解除キーが暗号化されずに埋め込まれ、これをノルウェーの当時16歳の少年ミヨンレック・ヨハンセンが解析1999年に CSS 回避ツール DX を開発、公開した。現在では dx と同種のソフトウェアが多数インターネットなどで出回り、容易に CSS を解除できるようになってしまっている。なお、日本においては、現在のところ CSS の位置づけはアクセスコントロール技術であり、著作権法で保護されているコピーガードには該当しないというのが文化庁文化審議会の見解である。そのため、2012年6月20日に DVD などに、 用いられる CSS などの暗号型技術を著作権法上の対象となる技術的保護手段に追加する DVD のリッピングの違法化を盛り込んだ著作権改正法案が可決されている。これに伴い CSS 等の暗号型の保護技術を回避しての DVD のリッピングは私的複製の対象外となり違法行為となる。CSS を回避するプログラム 装置を提供することについても規制され、刑罰の対象となる。著名な CSS 解除ソフトをアップロードしていたものを、著作権法違反で検挙、また出版社の自社のウェブサイトに、CSS 解除ソフトダウンロード先リンクを掲載していた、出版社の従業員1名と編集プロダクションの従業員2名も、著作権法違反の法助で検挙された。A、x h d v d ブルーレイディスクで採用されている。アルファ d v d 韓国のセテックが開発したコピーガード。アル α r ロムの DVD、ビデオバージョン。専用、デュプリケーターでの制作も可能。アルファ d v d はユーザーの PC にプログラムをインストールする必要がなくディスク上で動作するので作業プロセスを最小化可能。アークコスソニーが開発した構造プロテクト。 ここ最近でこのコピーガードを採用する映画 DVD が増えてきている。ソニー製の DVD プレイヤーを使っていると正常に再生できない不具合を起こしたため廃止するメーカーも出てきている。サネイビアブルーレイディスクで採用されている。リボドマジック視聴するにはインターネットで認証を行わなければならないプロテクト。起動時に DVD コピーソフトの起動を阻害しようとする。 携帯 DVD が多い。リップガード、マクロビジョン社が開発したプロテクト。アークコス同様、意図的にエラーとなる領域を記録しておくことで、コピー時の読み込みエラーを誘発させる。ユニバーサルピクチャーズ、ディズニー、パラマウントの DVD に多い。ブエナビスタ製の DVD で一部の古い DVD プレイヤーを使っていると正常に再生できない不具合を起こしたため、 廃止するメーカーも出ると期待されていた。しかし、2011年の段階でもブエナビスタは廃止しておらず、2009年6月2日の TBS 導入、2011年1月18日のフジテレビ導入、2010年6月のポニーキャニオン導入など、採用するメーカーは増え続けている。ジャンピンボーイコピーすると本編ではなくジャンプする、少年が映し出される。 ユニバーサルやディズニー、ピクサーの DVD に施されている場合が多い。プスユーザーオペレーションプロアビションスの略でユーザー操作禁止を意味する。これは DVD の最初にある注意書きや予告などをユーザーがスキップしたり早送りしたりすることを禁止する機能である。CPRMCPRM はコピーワンス番組を録画するときに使われる方式である。詳細は 当該記事を参照のこと。CPPM、CPPM は再生専用メディアのコピープロテクト方式。原理的には CPRM と同じである。主に DVD、オーディオメディアに採用されており、日本においては同品質の複製はコピー不可となっている。ブルーレイディスクや HDDVD では CPRM や CPPM に比べ、 より一層解除を困難にするアックスなどの新しいコピーガードをパッケージソフトなどで採用している。コピー禁止フラグコピー禁止フラグが立ててあるファイルや転送データはコピーすることが技術的に制限されていることを意味する。ただし、コピー禁止フラグは無ぞり大きや無反応ソフトウェアによって無視される傾向にある。また、規制はあくまで民生期への実装のみであり、音楽、 映像制作や映像編集に使われる業務用機、放送用機材においては無視されるように作られている。リージョンコードリージョンコードとは DVD およびブルーレイディスクを再生することができる地域を制限する地域コードのことで再生したいディスクとプレイヤーのコードが一致しなければ再生することはできない。日本のリージョンコードは DVD ではに、ブルーレイディスクでは A となっており、特定の地域でないと再生できないことからプロテクトの一種と言える。ただし、一部のメーカーからは、リージョンフリーのプレイヤーが発売されていることも事実で、海外旅行などが多い映画ファンや海外へ転勤する日本人などが、そのような製品を購入する場合があるという。北米の DVD の中には、パソコンのドライブのリージョンコードを勝手に変更する仕組みが入っている。 可能性がある。なお、各地域ごとのリージョンコードは次の通りである。HDCP、HDTV に対応したデジタル AV 機器の中には HDMI 端子が搭載されているものが存在する。この HDMI はもともとパソコンとディスプレイを接続するための標準規格として広く採用された DVI がベースとなっており、高帯域のデジタル信号を伝送することが可能で、 伝送速度も十分に余裕を持っており、HDTV を支える重要な規格と位置付けられた。それまでにも HD 信号の伝送用として D 端子があったが、伝送できるのは映像信号のみで音声については別途ケーブルが必要だった。それに対し、HDMI なら1本のケーブルで映像信号、音声信号、コントロール信号が伝送できる点が、 メーカー各社の商品開発において評価された。HDMI は2004年5月にはバージョン1.1となり、DVD オーディオの伝送も可能になり、さらに2005年8月には SACD の伝送が可能なバージョン1.2となった。しかし、著作権保護の観点から鮮明な情報をデジタル信号のまま伝送できることが問題とされた。そこで、 HDCP という方法が採用された。HDCP は映像再生機器からディスプレイなどの表示機器にデジタル信号を送受信する経路を暗号化し、コンテンツが不正にコピーされるのを防止する著作権保護技術の一つである。しかし、2010年9月にマスターキーが漏えいしており、暗号化自体も非常に弱いものであるため、研究者らは HDCP に もはや効力はなく崩壊していると警告している。そのため、4KTV 対応機種で必須となる HDCP バージョン2.2に企画がアップデートするまでの過程でキーの更新やセキュリティの強化が図られている。しかし、2015年8月現在、未だ HDCP2.2 は普及していない。HDCP は各社の DVI や HDMI などのデジタルインターフェースの暗号化に用いられているものの D 端子といったコンポーネント映像や S 端子等のコンポジット映像から出力されるアナログ信号ではデジタル信号のような暗号化は原理的に不可能でありまたコピーガードを加えたとしても除去が容易であると推測されアナログ端子からの出力で作品の海賊版などが作られると懸念されたそこで PD や HDDVD では AX という新しい規格で HD 信号の出力を制限した。これにより HD 画質の映像をアナログ出力できる機器の製造と新規販売が全面禁止された。ところが1990年代までに発売されたアナログハイビジョンテレビや旧式のビデオプロジェクターなどには HDMI 端子が搭載されていないため、 これらの機器では HDTV 対応であるにもかかわらず HD の高精細な映像では楽しめないことになってしまう。このため、旧来の AV ファンから反発の声が上がった。そこで対象機器が一般的に5から6年程度で新しい機能などを求めて新機種に買い替えられるなど消費者の動向を根拠として AX では HD 画質でのアナログ出力規制を段階的に 実施することとした。まず2011年からアナログ出力は SD 画質のみに限定され、そして2014年からは既存製品の中古品を除き、アナログ出力端子が設置された機器の製造、販売が全面禁止になる。なお、映像の視聴が目的であっても HDCP に対応していない HDMI、入力端子付けテレビやモニターでは映像が映らないことから、 消費者や一部のクリエイターの中には HDCP の位置づけはアクセス制御技術ではないかという見方もあったが日本では2012年の著作権法改正で暗号化を伴う技術的保護手段としてこれを回避しての複製が指摘複製の対象外として違法行為に当たるということが明文化されたコップマイクロソフトが開発した著作権制御技術で 著作権制御を行うアプリケーションと GPU ドライバとの間で暗号鍵の交換を行う。不正な GPU ドライバの利用ができないようにしている。ハイパー V を有効にしている場合、AMD の GPU デコップがエラーとなる。スカパー。正確な名称は不明。2011年より順次導入され、ATX やディスカバリーチャンネル等で発生する。 任意の視聴可能な映像フォーマットへの変換や、その視聴を妨害する技術。手法としては、画像 ES、音声 ES に埋め込まれている、同期信号と PCR 同期信号の関係を、意図的に妨害し、MPEG に TS デコーダーにバッファーアンダーフローを起こす、ことで、録画視聴を妨害する。アリブ TRB14、b 十五のみに準拠したチューナーでは、スカパーが、 この妨害を加えた番組の録画視聴を妨害される。放送局式別からスカバー。であることを検出し PCR 同期から DTS 同期に切り替える市販のチューナーはこの妨害を受けない。この問題は無ぞり大きとみなされるハードウェアソフトウェアで顕著である。アリブ TRB15 の規定がある BS 派のスカバー。では、 この妨害は2014年現在見られない。アップリンクダウンリンクの全資産を単独一社で負担する CSND チャンネルのみであり、また全てのチャンネルで妨害されているわけではない。前述の映像信号とは異なり、音声信号の場合はアナログケーブルを使用しての複製は現在のところ無制限である。ここでは光ファイバーケーブルを用いたり、 パソコンなどを用いて行うデジタル方式での録音、複製について紹介する。SCMS-SCMS SC は民生用のデジタルオーディオ機器が装備するデジタルコピーの制御機構の一つ。詳細は当該記事を参照のこと。HCMS-HCMS HC は民生用の高速録音が可能なデジタルオーディオ機器が装備するデジタルコピーの制御機構。詳細は 当該記事を参照のこと。コピーコントロール CD コピーコントロール CD の項目を参照のこと。アルファ・オーディオアルファ・オーディオは音楽 CD に入っている音源ファイルの流出、ディスク自体の複製を防止するために開発されたソリューション。セキュリティ強度によってタイプの設定が可能。NEC の PC-8800 シリーズから。 PC-9800 シリーズが前世の頃ゲームディスクなどでコピーガードが採用されていた。ゲーム開発メーカーが独自にコピーガードを開発する場合もあればコピーガード開発メーカーやメディア複製会社がその業務の一部として開発する場合もあった。初期の頃はガードも緩くユーザーもコンピュータの知識のある人に限られていたことから自前でガードを解除する人もいた。 初期の頃に使われた代表的な方法としては以下のようなものがある。OS に付属するディスクコピーコマンドでは標準的なフォーマットのみがサポートされており、このような初期の頃のコピーガードでもコピーできなかった。そのためコピーガード解除とそれをサポートする専用ソフトウェアが開発されパソコンソフトの販売店の一部で販売されることとなった。 当初のコピーガード解除ソフトのメーカーは、コピーガードもそのままコピーすることで複製するオートモードの強力さで競争を行っていたが、次第にガードはきつくなり、パソコンのフロッピーディスクドライブでは再現不可能なコピーガードが登場すると、個々のガードの性質に合わせたファイラーあるいはパラメータと呼ばれるサブプログラムを配布する形式へと変化していった。日本では単一メーカーで、 開発製造されていた NEC PC-9800 シリーズがパソコンの主流であったことからフロッピーディスクによるコピーガードが広く行われていた。常実の手法以外にも不正コピーを防ぐため PC-98 番のポピュラスの例ではマニュアルに記載された特殊な記号と A 数字を紐付けるリストを参照せねば起動認証を通過できない仕組みが導入されたが 認証自体を行わないようにプログラム本体を改変する仕組みのコピーツールが登場し、この方法も意味をなさなくなった。それと前後する時期に日本ファルコムがコピーツールが物理フォーマット自体を認識できないようディスク面に特殊な加工を施した新たなコピーガードを採用したが、それも京都メディア社が開発した自動周期計測制御システムと それを応用したレオナ98によって突破された。レオナ98の仕組みはあらゆるコピーガードに対して万能であり、この登場によりフロッピーディスクにおける不正コピーを防ぐことは事実上不可能となった。海外では最低限の互換性だけで成り立っている IBM PC-AT5 換気が市場の大部分を占有しており、 極めて高度な互換性の隙を利用していたコピーガードそのものが早い時期に成り立たなくなった。また消費者意識の高さから正当なユーザーに不便を強いるコピーガードに批判が多くディスクメディアにコピーガードを施すことはあまり普及しなかった。また当初ハードウェアの際の書き根を外すことを目的としていた Windows そのものもコピーガードとの相性が悪く日本でも PC a t 互換機と Windows の普及とともに、フロッピーディスクへのコピーガードは減っていった。最終的に、フロッピーディスクのコピーガードを解除するソフトウェアが、改正不正競争防止法の施行により違法なものとなったが、フロッピーディスクそのものが、市場全体から敬遠され始め、事実上収束した。CD、R ドライブなどは大変高価で、一般の消費者は入手しにくかった。 このためゲームメーカーがコピー防止のため CD ロ m などを積極的に採用していたこともある。しかし1998年頃からの CD、R ドライブの急速な普及による価格低下により価格によるコピー抑止は限られた時期だけのものとなった。なお、ゲームディスクのコピーガードが作動した場合は最初から立ち上がらないオープニング画面から進まない途中で 強制的にゲームオーバーになるなどの他にゲーム中に NPC からコピーしたことを指摘されたりコピー行為を非難される敵に絶対にダメージを与えられずゲームが進まないと開発者の遊び心と思えるようなものもあるセガサターンセガサターンでは外周に記録されたコピーできない特殊フォーマット部分を読み取ることで正規品かどうかを判別する特殊フォーマット部分により 外側の記録面にセガのロゴがあったため、この方式はサターンリングと呼ばれた。プレイステーションプレイステーションのゲームディスクには CDR などではコピーできない領域が内周に記録されており、これを読み取ることで正規品かどうかを判別している。この機構が判明すると、このデータのパターンを常に喪失するチップを装備する手法が出回るようになった。そのため、 ソニーコンピュータエンターテインメントは正規品だと判別後の読み取りに関係なく正規品であるという信号が流れ続けると今度はその信号を正規のものではないと判断する機構を追加で導入したこのパターンが発生するとゲームソフトの起動が停止し画面上に強制終了しました本体が改造されている恐れがありますの文字と車線マークがバックに表示される 初期バージョンでは強制終了されると赤い手のマークのみが画面に表示されていたことからこの方式はレッドハンドプロテクトと呼ばれた。なお初期のプレイステーション本体には未改造にもかかわらずプロテクトに引っかかる不具合がある。ファミコン、スーパーファミコン、ニンテンドー64ファミコンやスーパーファミコンやニンテンドー64には 海賊版を防止するための CIC チップが搭載されていた。ファミコンやスーパーファミコンの CIC には特殊なアーキテクチャのシャープ SM590、SM595 が使われていた。スーパーファミコンでも後期のソフトを中心にコピーガードが存在した。起動時、コピー品であると判定されるとビデオゲームのコピーは 法律で禁じられていますといったメッセージが表示され起動できない。ただし稀にコピー品でなくても不具合で表示されることがある。ゲームの途中にメッセージが表示されてセーブデータが消去される方式のものもある。アーケード専用チップやプロム、汎用プロセッサを使ったロムの複合が行われている。これらディスクメディア型のプロテクト方法は新たなメディアの出現と ソフトウェアのダウンロード販売の普及により、今後消えていく傾向が見受けられる。プロリングが適用されている CD-ROM。戦場の領域が確認できるプロリング。ED コントライブが開発した、日本産のプロテクト技術で、コンピュータソフトウェア倫理機構が公認している技術。かつて、リングプロテクトと呼ばれていたものとほぼ同様である。ディスクの記録面にあらかじめ無信号部分を作成し、 エラーセクターとして認識させることで不正コピーを防ぐ。無信号部分が黒い線として視認できるのが特徴である。誤動作はほとんどないが若干コピーされやすい。また、プロテクト領域には有用なデータを書き込めず、無信号部は1本につき 40MB であるため、メディア中に使用できる容量が無信号部1本あたり 40MB 減ってしまうのも問題である。 セーフディスク米国、マクロビジアンが開発した、パソコン向け CD r o m 用プロテクト。ディスク上にコイにエラーセクターを挿入し、読み込み時に、それをチェックすることにより、正規品を見分ける。CD のティップ情報を読み込み、CD r o m と CDR、RW を判別する仕組みも途中で組み込まれた。複製を防止する能力は高いが、正規品をコピー品と間違える。 いわゆる誤動作の発生率もやや高い。プロテクト解除技術向上に合わせバージョンアップを重ねている。セキュリティ上の問題があり、Windows 10上ではセーフディスクを採用したタイトルは No.CD パッチ等なしには動作しない。アルファロム韓国セテック社が開発したパソコン向け CD ロム用プロテクト。ディスク上に故意に重複したセクターを設置し、 そのセクターがあるかどうかで正規品を見分ける。セクターの重複がなければデータとしても破損している。2003年1月以前のバージョンは一部ドライブメーカーのドライブで高い誤動作率を出した。しかしそれ以降のバージョンはさほど多くなく強度が強い。このため美少女ゲーム界では最も普及している。しかしこのプロテクトを採用した CD は 構造上 CD-ROM 規格から外れているのではないかとの指摘もある。2012年12月、Windows Vista の 32bit 版のセキュリティアップデートにより、アルファロム採用タイトルの一部が実行時エラーを起こすようになったため、セテックは Windows アップデートの更新プログラムである、キロバイト二百七十五万八千八百五十七 キロバイト二百七十五万三千八百四十二キロバイト二百七十六万千四百六十五の四つを削除することで動作すると解決方法を提示した。これによりゲームは動作するが、リモートからのシステム制御をされる可能性のある脆弱性が修正されない。特に m s 十二から0七七をアンインストールすると、JVN の CVSS 評価において最大値が十のところ、 9.3という深刻な脆弱性を残すことになりセキュリティ面で問題が残る。また、特許の保有により、プロテクトを再現可能な状態でバックアップしたりプロテクトを回避したりするのは違法とされてきたが、2014年に特許権利抹消済みとなったことにより違法ではなくなった。現在国内で使用されている唯一のディスクプロテクトでもある。トガスンポと ザターレスグループによって開発されたアルファアロムの元になったプロテクト。アルファアロムと違い二重セクタしかない。ルート・ハドソンと日本・ビクターが共同開発した国産プロテクト。重複セクタと断続的に配置された欠落セクタを用いることで不正コピーを防ぐ。CD ・コップス・サンカーラが開発したコピープロテクト。 ディスクの記録密度をチェックし正規品であるかを判定する。スターフォーススターフォース社が開発したパソコン向け CD r o m 用コピープロテクト。そのほとんどは起動もしくはインストール時にシリアル ID を入力する。起動時にディスクの記録密度により正規品であるかチェックする。ドライブに負荷を与えることや誤作動が多く問題点が多い。サクユロムソニーダドックが開発した プロテクトシステム。データトラックのサブチャンネルへの認証用データの書き込みやデータ領域の記録密度の変更による特殊構造の生成など複数のテクニックが組み合わせて使用されている。最新バージョンではオンラインによる認証システムにも対応している。ただし、バージョンによっては実装が非常に雑でプロテクトの動作そのものに対する考慮が甘く。 スカジーや IEE1394R 接続のドライブを使用している場合にバスロックを引き起こして OS や HDD を巻き込んでクラッシュを起こす場合がある。例えば作クユロムゴ DVD が使われているエルフの下級生に Windows 版においてその挙動が確認されている。セキュリティ上の問題があるため Windows10 上では2003年から2008年の サクユロムを採用したタイトルはノー、c d パッチ等なしには動作しない。ソフトウェア自体はプロダクト ID などでインストール制限してもハードディスクにコピーされたソフトウェアはコピーすることが可能であるため今ではバックアップコピーも考慮してインストールの制限、プログラムファイル自体のメディアのコピー制限は行わない。ソフトウェアが正当なユーザーに使用されているかどうか。 確認するためにソフトウェアを起動するときに複製が困難なライセンスで認証する。ソフトウェア本体にそのライセンスが正当なものであるかをチェックするルーチンを備えているため、そのプログラムをソースコード解析により改変することで、その認証を無効化することが可能である。そのため B2B 向けに使用される有名なドングルではアンチクラッキング技術を提供する。 バイナリレベルでのプログラムラッピングツールを提供している。これを使用すれば、プログラムの改変も現地可能であり、デバッカ、メモリダンプなど、一般的なクラッキング手法からも守られる。ドングル USB-ADB パラレルポートなどに、ドングルと呼ばれる専用のハードウェアを装着することにより、保護対象のプログラムの使用を許可する方法である。この方法も、 ソフトウェアのコピーインストールを可能とした上で、ドングルによりライセンスを認証することでソフトウェアの無制限な使用、利用を阻止することができる。ただし、ドングルが故障、破損したり、ドングルそのものを紛失してしまった場合には起動が不可能になる。ソフトウェアベンダーごとに異なる複製困難なライセンスであることに価値があるため、専用ハードウェアの設計、 製造におけるセキュリティ技術力が必要で、ハードウェアの費用が比較的高い。またソフトウェア開発キットに付属のラッピングツールは、クラッキングに対する体制を強化する機能を提供している。アクティベーション・アクティベーションとは、ソフトウェア導入時、ソフトウェアの初回起動時などにシリアルナンバーや導入マシンのハードウェア情報から1位に特定できるナンバーを発行し、 そのナンバーに従った行動をインターネットや電話経由で伝えることによって特定のマシンのみでソフトウェアの使用を許可するプロテクトのことである。Windows XP や Windows Vista などがその代表例である。ライセンス取得後ソフトウェアが起動すると保護されたプログラムは使用許可した PC で実行されているかを確認する。従来は電話、ファックスメールなどで ライセンスの発行を行っていたが、ダウンロード販売、ライセンスのみの販売など、CD、DVD などを使わない、メディアレスなソフトウェア提供が増えていることを背景に、最近ではインターネットを通じたライセンス認証が主流。マニュアルプロテクト取扱説明書などを参照して、そこに印刷されている文字の入力を求めることで、正しい入力がない場合に動作を制限する。 取扱説明書の複製コスト面でコピー意欲をそぐというもの。取扱説明書そのものにコピーガードを施してある場合もあるが、そうしたプロテクトがきちんとプロテクトとして作用するかどうかはあくまでそのコピー機次第である。ただしカラーコピーした場合や手入力でその文字をインターネットに流出させてしまえば、そういった工夫も意味をなさない。 オンラインソフトのうちシェアウェアでも広く用いられ、この場合は電子メールを通して入力すべき文字を伝えるようになっている。近年のメジャータイトルでこの形式を採用したものとしては、任天堂 d s 用の二の国で、ストーリー中の特定の場面でタッチペン機能を使い書き記す必要がある図形パターンが掲載されたマジックマスターと呼ばれる本がゲームプレイ進行には必須となる。 ライセンス違反であることを明示する。方式起動時にライセンス違反であることを明示し、心理的に使用意欲をそぐことを試みたり、正規ユーザーへの転換を喚起するもの。キーディスク特定のディスクを挿入しないとソフトウェアが起動できないようにする方式。ソフトウェアのインストールディスクを流用する場合が多い。一部機能制限本来の機能の一部あるいは全部を利用できなくすることで、 正規ユーザーへの転換を喚起するもの。紙幣、一部の公文書や定期券など、複製や操作などで取り込んでの偽造が問題になり得る紙メディアには、ホログラムや特定のパターンを配することによって偽造を困難にさせる機構が導入されている。特に紙幣には、紙の厚さや質を変えて、光にかざすと特定の模様が浮かび上がる、透かしという偽造防止技術が使われている。 また、スキャナでは検出しにくい、特定の蛍光色インクを使った印刷技術が日本のすべての紙幣に導入されている。その他、詳細は紙幣偽造防止技術の項を参照のこと。印刷物に人間の目には見えない、または気にならない程度の特定のパターンを埋め込み、コピー機側でそれを読み取ることでコピーを禁止する技術、などもある。 元となる偽造検出技術オムロンが開発したユーリオンと呼ばれる文様は5つの点の配置パターンから構成され、主に各種紙幣などこの文様が含まれている画像をスキャンしようとするとコピー機が動作を停止する。また Adobe Photoshop などの画像編集ソフトにおいては印刷動作が禁止されるなどの制限がかかる。紙メディアのコピーガードの一例として、 コンビニエンスストアなどで発見される乗車券や入場券、一部の自治体が発行する書類などには、副写機でコピーを取ると、コピーの方に、副写や無効などの文字が現れるような仕掛けを設けている場合がある。これは、白と黒で表現した、中間調の地に白と黒の中間色で文字を埋め込んでも、人間の目では識別できないが、一般のコピー機のガンマ特性が、 人間の視覚とは違うためにコピーを取ると埋め込んだ文字が見えるようになるためである。したがって厳密にガンマ特性を管理している副写機やスキャナとカラープリンターの組み合わせでは埋め込んだ文字は現れない場合がある。戦術のようなコピーガードを回避、消去する装置を仮に作ることができたとしても、それを販売、配布することは著作権法及び不正。 競争防止法で禁止されている。なお著作権法においては、当該コピーガードは、下記技術的保護手段の要件を満たしている場合のみ、適用される。また、その著作物等の著作権を有していないにもかかわらず、これらの装置を使って、コピーガードを消去、回避によって可能となる複製を、その事実を知りながら行うことは、著作権法上の指摘使用の範囲から明分で、 除外されており、そのような指摘使用の範囲外の複製は著作権、侵害行為となる。なお、その著作物等の保護期間が満了した場合は、パブリックドメインとなるため、コピーガードを消去、回避して、録音、録画を行ったとしても、合法となる。しかし、パブリックドメインになっても、その著作物等を著しく改変したりすると、著作者人格権、 または実演過人格権を侵害する恐れがある。複製、コピーがコピーガードにより制限される中、一方で、私のお気に入りといった形で、ベスト版を作ったり、テレビ CM の部分だけをカットして編集するなど、音楽、映画ソフトを自分の好みに合わせて楽しみたいと思うことは、ごく自然なことであり、CD、DVD などのメディアが破損した時の、 バックアップを取りたいと考えるユーザーも少なくない。この他、旧世代化や企画争いでの敗退により、その企画に対応する、危機等が次第に入手、修理しにくくなることを考えて、より新しい企画などにデータを移行させたいと考えるユーザーも少なからず存在している。それゆえ、合法的にお金、 代金を払っている利用者に対しても過剰な使用制限をかけているのではないかと問題視する意見も多い。アメリカのフェアユース規定にあたるものが日本にはないため、今後は著作権者等の権利が過剰に保護され、ユーザーが経済的な負担を強いられるとともに、ユーザビリティも失われていくのではないかと懸念する声もある。しかし、2004年末頃から各音楽メディア会社は、 ユーザーからの激しい批判を受けたコピーコントロール CD の販売を縮小する方向に入った。行過ぎた著作権保護技術はユーザーの不信感を招き放送や記録メディアなどにおける新技術もコピーガードが足かせとなって普及を妨げかねない。例えば DVD レコーダーは2006年の日本国内出荷台数が前年までと比べ著しく低下したが この原因の一つに過剰な著作権保護技術の搭載によって従来からの VHS や SVHS 等のアナログ規格に比べて使い勝手が悪化したことが挙げられている過去にはデジタル記録方式のメディアについて著作権管理団体からの過剰な著作権保護要求がネックとなって結局ほとんど普及せず短命に終わった製品も多くある デジタルテレビ放送に関しても2004年4月5日より始まったコピーワンス規制が普及阻害の原因の一つに挙げられコピー制御の緩和を検討に入り最近になってようやくダビング10という規制緩和策が生まれたしかし暗号化を伴う著作権保護が施されているため合法的にメディアの孫コピーが作成できないなど依然として使い 勝手が悪く多くの消費者の間で不満の声がある。なお、日本のデジタルテレビ放送におけるコピーガードについては BCAS の項目で詳しく解説しているのでそちらを参照のこと。電気メーカーやコンテンツメーカーがビデオソフトなどを利用できる地域を制限することは消費者の財産権、知る権利や幸福追求権に反すると考えられる。 ブルーレイディスクでは、現在主流の DVD とは異なり、リージョンコードこそあるものの日本のリージョンコードがアメリカと同じになっている。これからは、アメリカ国内でのみ販売されているコンテンツを日本向けの機器で視聴が可能になる可能性もある。また、現在主流の DVD についても、一部のメーカーからは、リージョンコードフリーのプレイヤーも販売されている。日本はニカオールとなる。 上記の通り、他人の著作物等に施されているコピーガードを回避してコピーを作成することは違法行為であるが違法であることを知りながらコピーガードを回避する一般消費者は依然として後を絶たない。そうした中、無許可での複製を防ぐためにユーザーに断りなく秘密裏に監視ソフトをユーザーのパソコンに組み込んだり不正を行った場合に ユーザーのパソコンのデータを消去するような攻撃的なコピーガードも登場した。前者の方法は多くの正規利用者にも影響が及ぶ。事故の権益保護のために他者の権利に損害を与えるような手段は自己防衛のためといえども自力救済を禁じた近代法の理念に反し、そのような行為は 電子計算機損壊投業無妨害罪や電磁的記録機器罪などに問われる可能性がある。2011年の刑法改正で、このような攻撃的なコピーガードの作成及び提供が不正主例電磁的記録に関する罪に問われることとなり、法が世論に追いついたことで、少なくとも日本においては、このようなコピーガードはほぼ姿を消した。放送の録画を制限する法令はないが、 制御信号のエンフォースメントを理由として、無料放送で実施されている B-CAS カードを用いたスクランブル放送は、結果的に受信機市場の大手家電メーカーによる独占を招いており、独占禁止法違反であるとの指摘がある。また、スクランブル放送開始後は株式会社 B-CAS と契約を締結しなければ、一切の放送視聴が不可能であり、 あまねく受信を義務付けた放送法への抵職など、数々の法令違反の可能性が指摘されている。詳しくは、BCAS を参照されたい。ストリーミングでは、ファイルをダウンロードしながら、再生を行うため、基本的に受信したファイルは保存されない。主にダウンロード完了後の再生では、大きな支障が出る、ライブ配信などで用いられるが、コピーガード目的で、 ストリーミング配信限定とするケースも見受けられる。ただし、超低速回線では再生すらできない場合がある、フリーソフトなどによる回避手段が存在するなど、十分ではない点も多い。マリオパーティ d s のコピーガードを写したと主張する動画が投稿され、2020年末より話題を呼んでいる。これはほぼ創作動画であると結論付けられているが、この件をきっかけに、 任天堂タイトルに海賊版対策を警告する架空のホラー演出を導入するネタはインターネットミーム化してきている。一方、この種のミームの存在から過去のコピーガードについて実在するかどうかの裏付けの有無が取り沙汰され、その少なからずについてユーザーが面白がって創作したという疑念が抱かれるようになった。ありがとうございます。